あ、いや、ニックネームつけないです。大丈夫です。私、ポケモンもつけないタイプなんで。いやー、驚くのも無理はありません。普通人間に妖怪は見えませんからね。じゃあなぜ私の姿が見えるかって、ふふふ、よくぞ聞いてくださいました。別に聞いてないけどそれはズバリ、あなたが身につけている妖怪ウォッチのおかげなのです。妖怪ウォッチ、それこそ人間と私たち妖怪とを橋渡しする夢のコミュニケーションツールなのです。ではこの私がお近づくの印に妖怪ウォッチの使い方をご説明しましょう。ではまず妖怪レンズの立ち上げ方から。この蓋のこと、確かこうやって開けるんだよね。ウィスパーの存在にはすぐに適用するのね。蓋じゃなくて妖怪レンズ、そのレンズを通して見ることで妖怪の姿を捉える優れもの。ウィスパーはそのまま見えるんだな。でもよく使い方が分かりましたね。まだ説明する前だったのに。あれ、どうしたかな、なぜか自然と分かっちゃった。うー、キャー、なにこれ、ジバニャンとも出会うんかな。お、あれ、やっぱ妖怪側の記憶まで変えられている。ウィー、出会っとるね。あのでかい木の馬車だね。はあ、はあ、そうよ、なぜ私は全部忘れていたの。ジバニャン、ウィスパー、そして妖怪ウォッチのこと。あれ、アイナちゃん、私たち一体何をしていたんでしょう。なんで一気に記憶戻ってきたんやろ。よかった、ウィスパーも思い出したのね。あれ、そういえばジバニャンは、しばらく見ていませんね。ジバニャンどこにいるのかしら。いや、でも出会った後の記憶がないんやとしたら、またあの交差点にいるんじゃないですか。では魚屋の交差点行ってみましょう。我々と出会うまで彼はあそこで寸止め事故を起こしていましたから。そうね、行きましょう。これでは出会うパターンが違うんやなって思いよったけど、やっぱそういうことよね、出会っとったんよね。さあ行きますか、魚屋さんの前の交差点。あ、ちょっとあれやな、ちゃんと交通ルール守っていこう何やってんの作業員。急遽マッチーな、このタオルもほれ、おじさんの汗でぐっしょりだ。そんなもの見せんなやっぱいいな、街中の人に普通に話しかけてね、なんか会話ができるの、やっぱそういうのめっちゃいいって、好きなんよ。なんかストーリーに直接関わって、今回は良き。え、赤信号だった、見えてなかった。もう早速交通違反、早速交通違反だよ。この通りか、来た来た、いらっしゃい、へいらっしゃい、生きのいい魚が入ってるよ。あー、やめときます、お金ないんで。また来てくれよな。ジバニアンどこかな。ここは妖怪レーダーで反応するところを探して妖怪レンズで調べてみましょう。十字ボタンの上を押すとウォッチをレーダーに切り替えることができます。これが妖怪レーダーだ。んーと、妖怪ランクもキャッチ、妖怪レーダースイッチオン。十字ボタンの上、この妖怪レーダーを使えば隠れている妖怪を見つけることができるんです。隠れている妖怪に近づくほどレーダーの針は激しく反応します。お、レーダーの上にはその時反応している妖怪のランクも表示されます。レーダーが反応するあたりをよく調べて隠れている妖怪を見つけましょう。レーダーにハテナが表示されていつもと違う反応をしているときは Y ボタンを押して妖怪レンズを起動し、あたりを探してみましょう。潜んでいる妖怪を暴け、意外なところから妖怪が見つかるかもしれませんよ。妖怪レンズで見つけた妖怪を確認できる便利なアプリもあるんですよ。妖怪パッドに入れておきますので、気が向いたら使ってみてくださいね。妖怪スポットアプリを手に入れた。あ、もうレーダーに切り替わっとったんやね。で、一旦切り替えるか。で、Y ボタンで、Y ボタンで、何も見つからない。うー、なんだい？このあたり？あ、今。いたー。
見つけた。やあジバニャン、そろそろ信号が変わりそうだよ。ジバニャンを見つけた。いたいた。にゃ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 。ちょっとジバニャン、聞いてる？車的、車的。なんかすっごい集中していますね。我々の声なんか全然聞こえないくらいに。ジバニャンの記憶も奪われているな。にゃ、来たにゃん。危ない、もうすぐ信号が変わるよ。来たにゃん。ふぅ、車に必殺に確実にっちゃ。何これは、何かするの？普通に何もしないの？飛んでった。いつものね。記憶はどうでしょう。でもここでこういうことをしよるってことは、やっぱ記憶はなくなっていらっしゃる。ジバニャン大丈夫？俺っちに声をかけてくれる人間？まさかエミちゃん。エミちゃんに君は見えないんだよ。違ったニャン。この様子ですと、やはり我々と同じようにジバニャンも記憶を失っていますね。エミちゃん、俺っちが生きていた頃、飼い主だった女の子。語り出さなくていいよ急に。俺っちがこの交差点で車にはねられてぽっくり行っちゃったあの日。はあ、大好きだったエミちゃんは俺っちにこう言ったにゃん。車にはねられるくらいで死んじゃうなんて、ダサ。でもこれさ、後々なんかそういう意味じゃなくてみたいな、本当の意味やみたいなあったけど、でもどういう意味やとしてもダサはないよね。何度聞いても悲惨な話ですね。でもジバニャンはダサくないよ。だって私は覚えてるもん。エミちゃんに会うためにずっとジバニャンが車相手に特訓してきたこと。普通できないよ、車に挑むなんて。にゃ、にゃんか涙が勝手に。そういえば前にも誰かがそんな言葉をかけてくれたようにゃ。思い出してジバニャン、私と友達になったあの日のこと。友達？なんかさ、本題はそこじゃないんやろうけど、なんか記憶が戻るまで、みんなの記憶が戻るまでのスピード感がありすぎてさ、なんかね、もうちょっと伸ばしていいんじゃないって思うけど。おお、これは先ほど我々が記憶を取り戻した時と同じ光。てか、どこまでの範囲の記憶がないの？妖怪メダル、妖怪とお友達契約をした証です。そのなんか、ふみちゃん、ウィスパー、ジバニャンの記憶はなかったわけやん。それ以外は誰の記憶がないの？それを使えばいつでもお友達妖怪を呼び出せますよ。だって要はワンでした冒険で知り合った人たちっていうのはおるわけやん。でも妖魔界とかも行っとるはずよね、ワンで行ってないんかな。ジバニャンと友達になった、そのあたりの妖怪たちの記憶は残ってるの？あ、いや、ニックネームつけないです、大丈夫です。私ポケモンもつけないタイプなんで。アイナちゃん、よかった、ジバニャンも思い出したのね。そっか、妖怪ウォッチもニックネームとかつけられたんやっけ。てか、ジバニャンにもつけられるんやね。そこはジバニャンでよくない？それにしても変ですね、みんなの記憶がなくなってしまうとは。ええ、私なんか記憶だけじゃなくって妖怪ウォッチもなくなったし。あ、妖怪ウォッチを売ってたおじさん、あの人なら何か知ってるかも。もう思い出はないとかない？なるほど、では早速思い出へ戻ってみましょう。ウィスパーなんか記憶奪われとるだけじゃなくてもう一回封印されとったもんね。誰に？俺っちまだ特訓中だから無理にゃん。かく、せっかくいつもの3名が揃ったというのですか？用があるときはその妖怪ウォッチで呼び出してくれにゃん。何の特訓だ？はいはい、ではイナちゃん行きましょう。またあの交差点での訓練。思い出屋へ行ってみよう。
もうジバニャンはいなくなった。思い出屋へ戻りますか。もうその辺の妖怪とかには反応するようになったんかな。まだなんかな。なんかさっきの曲がり角にあったみたいなさ、看板にも妖怪とかおったよね。でも今のところ別に何もいなさそう。わしは肉よりも魚が好きでの、極上マグロなんかもう最高じゃな。君も君の友達もそれぞれ好きなものが違うじゃろう。友達の好きなものを知ればもっと仲良くなれるかもしれんぞ。なんかこういう直接関係ないキャラクターたちの会話にしては長いんよね。みんななんか喋る内容がすごいよね。これ一個一個考えるの、昔のゲームの方がなんかその辺は凝っとる感じするよね。すごい。アイラちゃんこんにちは。ご飯はちゃんと食べてるかしら。きちんと栄養を取れば疲れも取れるし、なんとなく力がみなぎってくるはずよ。そうね、ゲームに例えると HP や妖力が回復するって感じかしら。それと値段が高くてゴージャスなものほど栄養がたっぷり詰まってるみたいね。普通こういう名前もないモブキャラとかってさ、なんか1行だけとか1ページ目だけみたいな感じだけど、めっちゃ喋るやん。すごいよね。だってこの内容をこの住民分全部考えてるってことやろ。やば。ほんと最近のやつってストーリーに関係ある主要キャラぐらいしか喋らんかったりするもんね。話しかけても無反応みたいな。そもそも話すみたいな項目が出んかったりするけん。ああやっぱり絶対ないパターンやと思ったよ。え、嘘、お店がなくなってる。これは一回奪って戻すのが目的やったん。そんなわけないよね。一回まあ、おじいちゃんおばあちゃんたち、いや妖怪たちに奪われたのをふめちゃんに戻すためのお店やったってことなんかな。どうなんやろ。何、よくわからん。おかしいですね。確かにここにあったはずなんですが。そういえばウィスパーはどうしてここのガシャの中に入っていたの。そうなんよ、なんでもう一回封印されとったの。え、それはですね、まあ話せば長くなるというか。あ、やっぱり知らないのね。仕方ありません。今日のところは一旦引き上げましょうか。ええ、記憶がなくなっていた間のことは覚えてないんだな。そろそろ家に帰ろう。そうよね、友達と解散してからも結構経ったよ。む、このビビビッとくる気配いますよ。この近くに妖怪が。え、本当？間違いありませんって、私のアンテナがキャッチしたんですから。なんかストーリーに関係あるキャラクター。ウィスパーの頭のくるくる、それアンテナだったんだ。ん、ゴミ捨て場あたりが実に怪しい。調べてみてください。ゴミ捨て場。あ、普通に調べればいいの。あ、猫いる。いやー、見事にゴミの山ですね。でもよーく見てください。妖怪たちはこんなところに潜んでいたりします。妖怪レンズで調べてみましょう。ひもじいとかかな。隠れている妖怪にレンズを合わせると分析状態になります。ふんふん、妖怪レンズで姿を暴け、分析ゲージを満タンにしよう。レンズ周囲に表示される分析ゲージが満タンになると妖怪発見となります。それはさっきの時点で教えといてくれんと。もうやってよ。すでに逃げる妖怪にレンズを合わせてゲージを満タンにして発見してください。妖怪の気配がする。どこだ。あ、今の、今なんかあったよね。これか。誰。え、早いんですけど。ちょ、思った以上に早いんですけど。え、どこ。あんまり逃げ回らないでいただけますかね。よし、オッケー。誰。片付け台を見つけた。別にストーリーには関係なさそうだな。あるんかな。拙者は片付けない。戦よりも掃除に生きる道を見出した清き足軽だくりん。いいことだ。妖怪不祥事案件で言うところの。え、うちにお友達が遊びに来るの。まあ大変、急いで片付けないと。というふうに世のお母様方に取り付く例が数多く報告されている妖怪です。
まあでもいい妖怪なのでは。綺麗にして一体何が悪いんだクリン。あ、さては近頃この辺りでゴミを捨てる不届き者はお主らだな。もうすでにゴミ置き場所と片付いとるやん。え、ちょっと待って、私たちの話をちゃんと聞いて。問答無用、拙者が綺麗さっぱりお主らを片付けてやるクリン。くー、交渉は失敗のようでウィス。戦闘か、戦闘に突入なのか。え、いつ交渉したの。こうなったら仕方ありません。妖怪ウォッチの本領を発揮する時です。妖怪メダルを使ってお友達妖怪を呼び出し戦ってもらいましょう。ジバニャン、お呼び出しします。ジバニャンお願い。訓練中のところ悪いけど、めっちゃポーズ取るやん。私の友達、出てきてジバニャン。なんか昔からこういうの思いよってんけどさ、あれよね、こうしてくださいみたいな言われたこと以上のなんか無駄な動きがあるよね。みんな恥ずかしくねみたいな、言われてないようなポーズ取ったりとか。現実でそんなこれをこうしてくださいって言われたら、言われた通りの行動を地味にやるしと思うんやけど。むにゃむにゃ、なんかようか、え、にゃんかよう、ようにゃ寝てたよね。え、寝てる。妖怪たちは普通に暮らしています。それを呼び出すわけですから、こういうこともありますって。そうにゃん、こっちにも生活があるにゃん。もう訓練は終わったの。え、また寝ちゃった。気まぐれなんです、なんせ猫ですから。こら、無視するんじゃないクリン。ごめんごめん。うわ大変、片付けらいがもうカンカンよ。ふふふ、ここはできる妖怪羊、このウィスパーにお任せあれ。ジバニャン、もし戦ってくれたら大好物のチョコボをご馳走しますよ。お、このアイナちゃんが。はぁ、小学生の貴重な、貴重なお小遣いから。大事な友達のため、俺っち頑張るにゃん。チョコボのためですよね。ちょっとウィスパー、勝手なこと言わないで。あはは、でもおかげでやる気みたいですし、まあ結果オーライということで。ああ、もう待つのも限界クリーン。綺麗に片付けてやるクリーン。全然いいことじゃねえか。とにかくアイナちゃん、バトルです。張り切っていきましょう。久々だな。片付け雷が現れた。技コマンドで必殺技。容器満タンで技 OK。妖怪は勝手気ままに戦いますので、何もしなくてもバトルは進みます。そっか、特別こう何かを押すとかはないんか。その何、技を決めるとき以外。バトルの大きな見どころ、それは技を選んで必殺チャージです。指示通りに操作して友達妖怪に容器を満タンにしてください。ふんふん、ゲージ満タンにチャージせよ。あ、そっか、回せとかいろいろあったね。強力な必殺技で敵の妖怪をやっつけちゃいましょう。よし、じゃあ戦いましょう。え、もう技 OK やん。出そう出そう。え、ねえ、出そうって。あ、これか。押す場所が違った。え、ちょっと技を出してかったんですけど。出させろよ。勝利はいいんだけど。くっ。にゃっはっは、見たか、これが友情パワーってやつらにゃん。拙者の負けだクリン、友達のためここまで戦えるとは。なんと美しい友情、拙者感動したクリン。ぜひとも拙者もお主の友達に加えてほしいクリン。もちろん喜んで。こっちこそお掃除の邪魔をしてごめんね。なんと心が広い、ますます惚れたクリン。ではよろしく頼むクリン。これで友達に、片付け雷と友達になった。なんかあれよね、仲間になったとかじゃなくて友達になったっていうあたりがめちゃくちゃ、あ、子供向けなんやなっていう感じよね。ニックネームは大丈夫です。やりましたね、アイナちゃん。羊としても鼻が高いでウィス。
こうしてお友達が増えていくと多くの妖怪メダルを持つことになります。そんな時におすすめなのがこちら、妖怪大辞典デビス。これを使えばたくさんのメダルをすっきり収納することができますよ。妖怪大辞典を手に入れた。ありがとうウィスパー、これからのお主の活躍楽しみクリン。ではまた会おう。かわいい泣いてる片付けらい。さ、一件落着したことですし、今日のところはこれで帰りましょうか。にゃは、アイナちゃんの家でチョコボを食べ放題にゃんね。はあ、貴重なお小遣い。やっといつもの3名が揃ったんです。ここは楽しく帰りましょうよ。まあまあまあ、先に帰っといてって言われてめちゃくちゃ遅くなったけど大丈夫。お、来た。やれやれ、また妖怪ウォッチがあの子供の手に渡ってしまったぞい。バカな、妖怪ウォッチは一度我らがこの世から消し去ったはず。あの店に売ったわけではないんよね。まあ自分たちにとって都合悪いものって言おったもんね。何か手を打つ必要がありそうじゃ。今日のところは一旦引くとしよう。なんて書いとった今名前。ちゃんと見てなかった。大辞典アプリを手に入れた。妖怪メダルアプリを手に入れた。妖怪大辞典のヘルプが追加されました。イントネーション。